こんにちは、しーすけです。 今日もですね、一品作っていこうと思うんですけども今日はですね、もういつも作れると日頃作ってますみたいなそういう料理をベースにですねそこにですね、ちょっとおからも入れてみながらですね作っていこうかなと思ってますえまずですね、これをなぜ作るかっていうところなんですけどもいつもですね、コロナワクチンの接種後で亡くなった方のですね病名に対してこのような表を、ね、出させていただいているんですけどもこれ見たらですね、大体心臓とか脳とかそういうものばっかりなんですね脳脳出出血、血梗塞、心不全、そそれから膜下出血とか、らとまあそうやって脳 出血系ですねそういうものがあったり心筋炎とか心筋梗塞とか、まあ、こういうものをですね論文で調べていくとこういうものを予防するものっていうのが 結局、高血圧とか、心臓の血管を良くするとか、まあ血管を強くするとか、そういうものに行き当たるんですね。じゃあ、そういうものをするために何をしたらいいのかっていうことで、まあいろいろあって、その中の一つに必ずと言っていいほど食事っていうのが入ってくるんですね。なので今そういうね、いろんな食事を作ってるんですけども、実際にですね、ここにあげてるような病気を予防するためにはですね、やはり血圧をね、維持すると、血圧を高くしないようにすることが重要だということでしたので、高血圧についてですね、今日少しお話をさせていただいて、 それをベースにですね、料理を早速作っていこうかなと思ってますので、まずはですね、高血圧のお話からね、していこうかなと思ってます。多分ですね、高血圧勘違いしてる人もいるんですね。高血圧の定義がどんどん下がってると、数値がどんどん下がってるっていう話をすることがあるんですけども、それってですね、ちょっと今間違ってる認識をしてる人多いんじゃないかなと思いますので、そこの認識もですね、今日の動画で改めていただければなと思っていますので、見ていただければなと思います。じゃあ、早速いこうと思います。どうぞ。 ははいではですね高血圧とはということでですねちょっとだけですけどもお話ししようかなと思っております高血圧はですね先ほども言った通りですねコロナワクチンの後とかでですねまあ、よく起こっているというような症例がありますまあ、全員とかっていうわけではないんですけども起こってるということでですね高血圧を予防していこうということで今日はね お話をしながらですね、後で料理を作っていこうというふうに思ってます。高血圧とはということなんですけども、高血圧はですね、ここに書いている130の80以上を高血圧と呼ぶということでですね、まあこれ意外とね、どういうふうに捉えるかっていうところでもあるんですけども、かなり低くなっているっていう印象はもちろんありますね。で この高血圧になるとですね、心臓血管の病気を起こしやすいということで、心臓血管の病気を起こしやすいというような、まあ病気ですよということですね。それから先行性の病気であるということですね。先行性っていうのは潜んでるということなので、まあ、気づいたら高血圧になってましたっていうようなね。まあ全然こう自覚症状がなくですね、気づいたら血圧が高くてみたいな感じになってますよということ。それから合併症を引き起こす可能性があるような病気ですよということですね。まあ合併 ってていいううのはでですすねね病気をもう一つ追加してみたいなな、ね、そんなイメージです高血圧があることによって違う病気が出てくるよというようなですね、まあ、いろんなこう病気がプラスアルファで出てくるというところで、例えばですね、よくある心筋梗塞とかですね、脳梗塞とか脳出血とかですね、まあそういう合併症というプラスで何か病気を起こしてしまうという可能性が高血圧では高くなるよということで言われています。で、高血圧が原因の病気っていうものがあるんですけど、これ何かっていうと、動脈硬化、狭心症、心 筋梗塞脳卒中腎臓病心不全眼底出血ということで、まあ、このが底出血はあんまないんですけどもここですね ここの部分、まあ、腎臓病もそんなないんですけど、ここの部分はですね、基本的にはですね、ワクチン接種後に亡くなった人の症例というか、まあ、そういうものでよく出てくるようなものですね。脳卒中の中には脳梗塞とか脳出血とかそういうものも含まれるんですけども、基本的にはですね、大体いいここら辺のものがですね、含まれてるなぁと、まあ、この動脈硬化も関連しているようなものがですね、含まれてるなぁ、そういうイメージですね。ですので、まあ、高血圧を予防することによって、これすべてですね、予防ができるということ でこのワクチン接種をした後のですね副反応に効果があるかどうかということはちょっと置いておいて、まあ、そういう話ではなくてですね高血圧っていうのがですね抑えられることによってこういう病気も抑えられるんだよということをですね、まあ、知っておいてもらえればなと思っております。で先ほどども言ったんでですけどコロナワクチン接種後で 高血圧の事例もあるということで、一過性もあれば持続している方もいるということで、これはですね、ワクチン接種が関係あるというふうなことではなくてですね、実際に事実として、例えば日本で言えば自衛隊の接種後とかですね、実際に 血圧が高くなったという事例があった。でもそれはまあ一過性もあるということなんですけども、副反応の報告事例では高血圧っていう方もいらっしゃいますので、まあ一過性で高くなってるからといってですね、承認するっていうことは比較的考えづらいので、やはりその血圧が持続して高いということ、その事例に対して副反応報告、保障制度とかそういうものは上がってますので、まあ、持続している方もいらっしゃると。これは先ほど言ったようにですね、ワクチンが原因かどうかは不明だけども、副反応報告ということで上がっているもので承認されているものもあるので、 持続していいいるる方もいるんだという認識で、っってているのかなとううふうに思っておりますで先ほど言ったですね、この血圧130の80以上を高血圧というっていうことなんですけども、これ、2017年のアメリカのガイドラインで提唱されてるんですね。2017年なので、もう彼れこれ6年前くらいになるんですけども、まあ言われてるわけですよ。で、結局ですね、この時もですね、結構物議を醸したというか、え130の80って低くないですかみたいな。これで高血圧とか言わないでしょっていうことをね、まあ言ってる方も いらっしゃってまあまさしくその通りなんですよね低すぎではっていうことでねまあ、ちょっとクエッションが出てくるわけなんですね低すぎではっていうことに対して言った言葉がですねこれですぐに薬を使いではないということなんですねまあ、ここ結構重要かなと思ってます どん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 血圧が下げられて、値が下げられて、高圧剤、要はですね、血圧を下げるお薬をどんどん使わせようとしてるというようなね、まあそういうことを言われてるんですけども、ま確かにですね、どん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 下がってるなっていう印象はあります。 で、それに対して、高圧剤をね、使わせようとしてるんじゃないかっていうようなね、そんな感覚に陥るぐらい下がってるし、実際にこの130の80ですね、上が130、下が80以上に関しては、高血圧だと言ってしまったわけですね。だけども、その一つとしてですね、ここですね、これですぐに薬を使えっていうわけではないんですよということ、ここはね、覚えておくべきかなと思います。この数値は低い。確かに低い。だけども、ここなんだってことですね。薬を使う数値ではないっていうことですね。そこはですね、覚えておいてほしいな、 というふうに思っております。じゃあ何なんだと。この値は何なんだってことなんですよね。これで高血圧と言ってるじゃないか。何なんだって言うと、この値の時にはですね、まずライフスタイルを変えようというふうに言われてるわけですね。ライフスタイルを変えようと。そういうことでございます。なので、ここですぐ薬を使うんではなくてですね、基本的には生活習慣を変えようと。 いうようよな、まあ、その提唱のためにこのの数値を出したんだととというここで今のところは言われてますこれがですね、またもう少し経ったらですね、いやいやいやと、もうこれで薬を使いましょうとかっていう可能性はもちろんありますけども、まあ、それはちょっとありえないなと個人的には思ってますし、多くの先生方、お医者さんもですね、いやこれで薬を使うっていうのはちょっとねっていうふうな、まあそういうことで言ってる、これで高血圧とは言えないよねというふうなことを言ってるわけですね。これで、ね、高血圧の薬を使えと言ってる例も一つあってですね、それはですね、心臓のの血管の病気がある 人っていうねまあ、その条件がついてます血圧が130の80以上まあ130か80かそれ以上でなおかつ心臓の血管の病気のリスクがある人に関しては薬使ってくださいねみたいなねそんな感じで書いてるんですけどもまあそういう人ほとんどいないんじゃないかなと思うんですよね何も基礎疾患がなくてこの値だからじゃあ早速薬使いましょうではないですよねって形ですねまずはライフスタイルを変えようということでじゃあどんなライフスタイルがいいのかっていうことなんですけど血圧を下げる生活というと まあ食事ですねで、体重を減らす、肥満の時は減らしてくださいと、あとナトリウムとカリウムを考えるということで、まあ、一般的にはです、ね、減らすと、少なくするということが言われてるんですけども、まあ、考えるということでね、今回言わせてもらってます、それからです、ね、禁煙ということで,です、ね、禁煙をしてくださいねということ、それからアルコールを控えてくださいねということですね、それからリラクゼーション、瞑想しましょうということで、まあ、こういうものをするとです、ね、血圧を下げられる生活になるんだよということで言われてます。 じゃあですね、まあ、こういう生活をするのはいいんだけども今回ですね食事を作ろうということを言ってますけども食事っていうのはどういうものなのかというと実はですね前回もお伝えをしたこの地中海食っていうことですね高血圧予防にはですね地中海食っていうことが言われています結局ここにたどり着くんだって感じなんですけどもこの収縮期血圧が 5mHg、mm、下がると。 脳卒中の死亡のリスクが14%減ると。そして心臓病のね、まあ、心臓の病気による死亡も9%減るとで。全部の死亡率も7%減るということで、かなりですね、このたった5下がるだけでですね、こんだけ死亡率が下がるということになると。まあ、ちょっとびっくりするような値が出ているということですね。これ収縮期血圧ということですので、この上の血圧ですね。上の血圧が5下がるだけで、これぐらいのね、予防効果があるんだよということで、まあ、言われているということです。で実 実際にですね、この高血圧の食事予防ですね、それに対して、高血圧の予防食は、 5.5mmHg 下がりますということでですね。食事でどんだけ下がるかっていうことなんですけど、高血圧食っていうとですね、もう塩分もバリバリに控えてですね、そしてもう食事食べる量とかもですね、相当控えて、もういろいろ制限をする、もう完全に高血圧ですよねっていう方に対して出す食事を続けることで、これぐらい下がりますよねということですね。そして先ほど言った地中海食ですね。これもですね、前回お伝えをしたんですけども、また後でね、お伝えしようと思います。地中海食 であれば3.1ぐらい下がりますよとあとマグネシウムですねマグネシウムの量を増やすことで 2mmHg ぐらい下がりますよということそしてここはこれちょっとびっくりしたんですけどこコ,コアも 2から3、mm、ココア1回取っただけで下がるというわけではないんですけども、まあ、ココアを、ね、摂取し続けたりする、まあ、適量ですけども、することでこれぐらいということですね。あと低アルコールということで、アルコールいっぱい飲む人は、アルコール少なくするだけで,です、ね、5ミリメートル1下がりますよということで、まあ、これ、どれぐらいの期間かというわけではないんですけども、大体いいこういうことをするとです、ね、まあ、この程度は下がりますよと、こういう、ね、日常を過ごすことで、この程度下がりますよというような、まあ、大体の平均ですね。この程度 ってもう絶対これだけ下がりますとかそういうわけではないですけども、まあ、一つの目安としてですねこういうふうに覚えておいてもらえればなと思いますそしてですね地中海食ね 前回も言いましたけども、こういうものですよということで、野菜、果物、たくさん食べてくださいと。そして乳製品、肉よりも魚メインにしてくださいと。そしてオリーブ、ナッツ、食べてくださいと。豆類、それから全粒粉の未生成,成の穀物ということで、まあ、なるべくですね、未生成,成のものを取ってくださいねということで、全粒粉とかね、あんなものを取ってくださいねということです。それから適度な赤ワインを飲むということで、赤ワインね、しっかり飲んでくださいと。まあ、しっかりというか適度なんでですね、ガバガバ飲んでもよくないんですけども、適度 にですねワイングラスにちょろっと入れてですね、どっかフレンチとか行ったらね、こんだけしか入ってないのみたいな。ワインこんだけみたいな。そんな量あると思うんですけども、その量でいいと思います。その量でこれをね、飲んでくださいね、ということだと思います。あの量で1800円もするのみたいなね。グラスワインそんだけします、みたいなね。あんな感じの量だと思いますんで、まあ、それを参考にしてください。ではですね、実際にお料理実践していこうと思いますので、先ほどのですね、こういうものを使ってですね、実際にお料理していこうと思います。はい。 今日はですね、さっきお伝えしたようなですね、具材をいろいろ使おうかなと思ってるんですけども、今日はシンプルにですね、非常にですね、よく作るような、まあそういうね、お料理作っていこうと思います。肉じゃがです。それにですね、このおからをまた入れてですね、早速作っていこうと思いますので、ちょっと変わったですね、肉じゃが作っていこうと思います。じゃあ、作ります。

はい。ではですね、作ったのでいただこうと思ってますけども、こんな感じになりました。これね、ちょっと見てもらったらわかるかなと思うんですけど、おからが入ってる分、普通の肉じゃがと違って、なんて言ったらいいんですか、この、肉じゃがの汁にこうみぞれが入ってるというか、なんかそんな感じの汁になったなという感じです。まあ、とりあえず食べてみようと思います。いただきます。 ご飯はです、ね、いつもと変わらず玄米1に白米2の割合で入れていますで。今日はです、ね、この絵なんですね。まあ、飲み物なんですけどもお酒にしようかなとかいろいろ思ったんですけど今回、ね、お伝えしたのがお酒はなるべく控えるということをお伝えしているのと牛乳はです、ね、低脂肪乳をということで牛乳を飲む量が増えると 心臓の病気の割合もまあ減ってくるような、まあ、そんな数字も出てたよということだったので、まあ、今回はですね、その論文に順じてですね、この中にですね、何んですかまず肉じゃがと一緒にコーヒー飲んるのそうですよ。うん、<laughs> ダメなの美味しいと思うけどな。コーヒーに低脂肪乳を入れてみました。<laughs> <ん>じゃーん。んダメなのじゃんじゃないよ。じゃんじゃないの うん、ごめん,ん、お茶じゃないのいのや、コーヒーえおかしい新しい新しいね <laughs> 新しいやつですだって朝だからいいよ朝コーヒーだよモーニングだよコーヒーセット肉じゃがコーヒーセットだよ肉じゃがとご飯食べた後にコーヒーくるむんじゃないの一緒にって頼んだパターンホんトにうん <laughs> も,う全部もう全部一緒でいいですみたいなコーヒーはいつですか一緒にって頼んだパターンお茶はなしうんお茶なしでうん あの、おからですね、結構こう、どういう味なのかなとか、どうなってるのかなって心配する方もいると思うんですよ。まあ、正直僕も心配だったんですよね。大丈夫かなとかって思ったんですけど。 えっと、イメージはですね、みぞれとかじゃなくてですね、じゃがいもが溶けるっていうね、汁の中にこう、じゃがいもが溶けたやつが入りますみたいな。あれわかる方いると思うんですけど、それと同じ感じですね。全部にじゃがいもが溶けましたみたいな。そんな感じです。まああれが嫌いな人はもしかしたらちょっと控えた方がいいかもしれないんですけど、僕比較的ね、それ好きなんですよ。ちょっととろっとしたような、じゃがいもじゃないんだけども、おからで、とろみというか、お汁のとろみがつくみたいな感じですので、とろみが好きな人とかいいかもしれないです。うん。 まあでもこの肉じゃがとか考えたらそんな難しくないですよね実際野菜もね結構使いましたねじゃがいも人参玉ねぎアススパラガス えこんにゃく、それからしいたけ、いろいろ使ってますけども、まあ、そんな野菜を使いつつ、ご飯はね、玄米入れたご飯にして、牛乳はですね、低脂肪のコーヒーにしましたけど、さっきいろいろ言われましたけど、美味しいですよ、意外とで。だから今言われたようなやつって、意外とこう肉じゃがとか作ると結構入るかなと思います。お砂糖とかも若干多めだなっていう感じはします。正直、肉じゃがとか作るときですね、煮込み物作るとき多い気がするんですけど、 ま気持ち少なくするっていう感じですね僕も今回少し気持ち少なくしてみました お醤油もですねお砂糖も少なくしてみたんですけどもその分ですねしいたけで出汁結構取ってたので、まあ、あれが効いたのかなというふうに思いますあの出汁がですね結構濃いから砂糖とか醤油とか少なめにできるかなと思いますので出汁はしっかり取るっていうのがね重要かなと思います一応ねレシピの中にはですねだし顆粒みたいなねああいうものを使ってくださいって書いてたんですけど、まあ、今回一切使わずにですねしいたけで取ってみたという感じでそのしいたけもですねみじん切りにして一緒に入れてみたということで非常に美味しいです、まあ、みじん切りにしてるんで わからないんですけども優しい味になってるなっていう感じがしますので血圧を下げるとか心臓の血管の病気を予防するとか、まあ、そういうことでですねやっぱ野菜をたくさん取らないといけないということもありますのでだしにはね椎茸をちょっと多めに入れるっていうのもありかなと思いますし低脂肪乳の、ね、牛乳おいしいコーヒーかおいしいです結構おいしいよこれダメということでね今日はここら辺にしようと思います皆さんもやってみてくださいバイバイ 最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。